さあボールを奪う関口がボールを持つ、関口中に入っていく、後ろから道淵が来た、1対1だ、シュートは2点目、カウンター一戦、奪ってから早い今日の仙台、その形で2点目を取りました。いや本当に早いですよね、左サイドから関口ですけども剥がした後早いですよね、でしっかりスペースといいタイミングで道淵が関わってますよね、まさに絵に描いたような簡単ですよね。